助けを求める叫び声が聞こえたと通報を受け、現場へと駆けつけた警察官。遠くの方からは悲痛な叫び声が。もしかすると凶悪な犯罪者に襲われているかもしれない。拳銃で撃たれて怪我をしているかもしれない。そんな最悪の事態も頭をよぎる中、ついに警察官が叫び声の主を発見。その正体は、ヤギだ。はあ、ヤギ？え、嘘でしょ。確かにヤギだな。なんと叫び声の正体はヤギの鳴き声だったのです。助けを求める声とヤギの鳴き声を聞き間違えるという、なんとも迷惑なこの騒動。飼い主によると、ヤギは仲間とはぐれたため鳴いていたそうで、よく聞いてみると、